ゴルムが開けるよ。高さ制限で下のところで開かなかったんだ。だからね、この下の装置はね、うん、マジで無駄。え？え？いや、ね、言ってるじゃないですか。え、意味ないの？えじゃないです。意味ないの？無駄だったの？はい、無駄でした。あのベランダみたいなちょっと出てるところ。これでこと足ります。こんだけでかい装置作って湧くのは、はい、ここだけです、ここだけでございます。下のなんかいろいろやった村人も何人か犠牲になった。いや、あのあれはね、もう全く今のバージョンでは全く利用できないので、はい、今から作る方とかはね、ドズボン参考にしたよっていう方はもう本当にごめんなさい。あれだけでいいんだ。え、そのまま落ちるみたいな直で溶岩に落ちる。直で溶岩に落ちます。で、溶岩もあんなでかくなくていいんだ。ボンジュール君、はい、正解です。ですよね。ピンポイントであそこで、ね、落ちるんだもんね。そう、うん、あとバージョンには気をつけろっていう教訓をね。本当ね、今まで痛い目見てきてなかったから。そうだよ、ね、今回初めて痛い目を見てね、勉強になりましたというところで、参考にした皆様本当に申し訳ございません。申し訳ございません。ボンさんが土下座します。すいませんでした。すいませんでした。軽いな、なんか謝罪が軽いんだよな。